東京九段の靖国神社では今日から明日まで春の例大祭が行われています。岸田総理は内閣総理大臣岸田文雄の名前で供え物の真榊を奉納しました。また加藤厚生労働大臣も真榊を奉納しました。こうした中、高市経済安全保障担当大臣が靖国神社を参拝しました。国策に準じられた方々の御霊に尊崇の念を持って哀悼の誠を捧げてまいりました。高市大臣は国務大臣高市早苗として私費で玉串料を納めたということです。